教えてました Q&A。セントウルステイクス。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。まあ、この週からですね、中山と中京に戻ってくるからね、はい、いよいよ夏競馬が終わって、秋の競馬シーズンになるかなってとことですね。G1、うんまあ、も始まるしね、あの<や>セントウルステイクスも、プリンターズステイクスのね、ステップレースということで注目の一戦なのかな。うん、今年ね、でもスプリント先生面白いよね。 面白いです。あの、ちょっと層が薄い時期があったんですけど、うん、なんかね、何頭かいいのいますねそ。そうですね。だからね、馬券的にも面白い一戦になるかなと思いますね。はい。はい。ありがとうございます。それでは早速、過去10年の結果を見ていきたいと思います。そうですね。去年がね、あの、レシステンシアとピクシーナイトっていうね、<laughs> えー、2頭で決まったレースですが、この後ね、ピクシーナイトがね、あの、スプリント、ダードセックス勝ったようにね。まあ、あの、やっぱり、 この意外とね、スプリント戦線では直結する、あの、あの、この後の g 1に直結するレースかなって感じがするけどね。はい、結構こう見ると固く、固く立ち今決まるんですね。ああ、そうね。一番人気結構勝ってるね。1、2、3、4、5、6年連続かな勝ってるの。でもほとんど負けた時も2着だもんね。ほんとだ。こうやって見るとね、ね確かに固い決着だね。 はい。まあ、あの、サマースプリントシリーズの最終戦ではあるんだけど、例年やっぱあれだよね、休んでる G1 バーが構想する確率の方が高いかなって感じのレースではあるよね、こうやって見るとね、結果を見ると。 だからここ使ってやっぱりスプリンターズスークスって感じなんだけどあとね、あのー、こ去年だけ、ね、中京だったようにあの今までは普通は例年は阪神で行われるんだけど、ねまあ、いずれにせよ開幕週なんだけど、えー、阪神の開幕週だったのが、えー、今年と去年は中京の開幕週に行われているよねとがちょっと違うかなと思いますねはいありがとうございますそれでは今年の主な出走予定話を見ていきたいと思います まあね、あの、ソングライン、メケールっていうね、はい、4歳牝馬の強い2頭が出てくるんだよね。まあやっぱこの2頭が人気の中心かなって感じがしますけどね。うんうん、そうですね。どうですかでも歳のジャングルがでジャングル、うん、のソングラインは距離はどうですか信也さん的に。いや、もう、あの、別にソングライン、ソングラインはやっぱね、マイルがいいなって、私、東京マイルだなって思うんですけど、うんうん、でもね、こううやっぱ、ここに挑戦してくる。 マスターもよく言ってますけど、1200の方が若干その能力がね、うそうですね、レベルが低いからね。あの、うん、そう見てると力だけで、はいえー、押し切るかなって感じはするんだけども、やっぱね、差し馬なとこもあるからね、うん、開幕種の馬場なので、うん、えー、これあれなのかなこれ使ってドバイに行こうとしてんのかねどういうことなんだろうねあ、そうかそうかそうですよ。スプリントずうーうん、なんか僕はローテーション的にはなんかこれ、 ここ使ってくるっていうのはなんかドバイ行くためかなって感じがしたけどね。はい、<laughs> うん。だからまあ。それはそうかもしれないですね。うん、で、あと、メイケールなんかもね、やっぱりあの、うん、ね、はい、去年までのちょっとバカ馬みたいなイメージから、ここ3回ぐらいは結構ね、あの、おとなしく走ってるけどね。<laughs> あの、やっぱりバグ変えて結構、はい、いいこと言ってましたね。いいことったので、まあ能力発揮すればね、あの、暴走気味に勝ったチューリップ賞なんかもそうだけど、やっぱ能力的にはね、ほんといつでも G1 勝てるぐらいの能力だからね。 はい。なのでね、まあ楽しみに。にまあやっぱりうん、うん、ね、あのメイケールなんかね、写真集出したらめっちゃ売れてるらしいね、これね。そうなんです。<laughs> なんか今やっぱ馬娘もあるし、うん、ちょっとその馬自体のなんかこうキャラクター性がすごい上がってて。そうだね。だからあれだよね、そだしなんかよりもやっぱ人気みたいだからね。面白いよね。はい。やっぱこのレースっぷりがいいんだ、ね。多分ね、アフリカンゴールドとかも売れんじゃないですかね。ああ、確かにね。アフリカンゴールドのツイッターとかもちょっとバズってるもんね。 <laughs> 大人気ですよ、ね、だからそういう,う,、ね、かう,いうなんかキャラクターの強いものは意外と人気になるのかもしれないね、うん、今の時代ねそうですねなんかすごい時代が来ましたね、うん、はいじゃあ行きましょうか次にはい、はい、では早速皆さんからの質問にお答えしていきたいと思いますまずはコースからです中京芝 1200m の特徴を教えてください例年は阪神開催ですが <laughs> 一昨年から中京開催となっています中京の開幕週ですが 注意するべきポイントがあれば教えてください。まあね、中京の1200メートルって言うとね、高松の宮記念の舞台なんでねで、そういう意味で言うと、まあ G1 も行われる舞台なんだけど、やっぱりね、あの、高松の宮記念の週と、まあ去年の、去年の開幕週、去年のセントルセックスなんか見てもそうだけど、やっぱりちょっと傾向が違って、やっぱり開幕週で秋のね、 えー、この開催ということもあって、結構芝が生えそうって綺麗な状態で行われるから、やっぱりね、えっ、ー、と、前が止まりづらいし、内側が有利っていう感じでしたね。まあ、去年のなんかもそういうところがあって、やっぱり、あの、方位から競馬した馬、あとやっぱり前行った馬が残ったっていうレースなので、今年もやっぱり前行く馬、あとはやっぱり内枠には注意した方がいいかなと思いますね。はい。ありがとうございます。それでは続いては高松の宮記念からの質問です。 5番人気2着のロータスランド、2番人気5着のメイケイエール、11番人気9着のサンライズ・オネストが出走予定です。ロータスランドは逃げずに先行馬群の中にいて、窮屈そうでしたが、えー、抜けて追い込み惜しかったです。メイケイエールは大外枠から終始外目を追走していました。サンライズ・オネストは後方からの競馬で直線はコースを変えてロスがありましたが追い込み、大きくは負けていません。 メイケイエールといえば折り合いが鍵になると思いますが、ここ金素はバグをたくさんつけて効果が出ているみたいです。次層の KO 杯スプリングカップでは解消しました。マスターはどの馬を上位に取りますかまあまず一つ目ね、やっぱりロータスランドぐらいは、 あの、その後ね、安田記念で惨敗しているように、基本的にはね、マイルの G1 ではちょっと能力足んないよねって感じなんだよね。まあ、ロータスランドがね、もともとあの、関屋記念勝った時なんかも、あの、前、まあ、本当に極端にインコースが有利に離れた2番手っていう形で、あの、やっぱりマイルだとね、本当勝ち切るためにはかなりの展開に助けが必要だよねっていう感じはするんだけど、まあね、いつも言うように、やっぱり、えっ、ー、と、スプリント先生になると、ちょっとレースのレベルが落ちるから、ロータスランドぐらいでも G1 でも通用するよねっていうとこが、まあそういうところもわかるんだよね。なので、まあ、ロータスランド そうのね、あの、やっぱりスプリント先生ならば、それなりに注意が必要かなと思いますね。で、えっ、ー、と、次が、えっ、ー、と、あれか。 5着のメイケールですね。メイケールはね、この時は、あの、外枠を引いて、えー、終始外を回らされて、えー、の5着なので、まあ、着差もね、ほとんど、カッタまマとレイクオンマ1着で、それこそ鼻首みたいな感じのずっと続いてるような競馬なので、えっ、ー、と、差はないので、能力的にはロータスランドよりも、むしろ外回った分、個人的には内容はメイケールの方ちょっといいかなと思ってます。なので、えー、この内容だけを見ると、メイケールが若干逆転してもおかしくないかなと思いますね。で、サンライドネストもね、すごい能力差があるわけではないんだけど、 さらにね、外から衛心にね、ちょっとかわされてるように、うんまあ、やっぱり、あの、百室的にも開幕週向きじゃないし、この上位2等からは、このロータスランドメイケールからは、ちょっと話せれるかなって感じがしますね。なので、まあ、若干メイケール、あの、この整理すると高松読み屋記念のレース内容だけで言うと、若干メイケールが上で、ロータスランドがちょっとその下と。で、まぁ、あ、サンライズオレースはちょっとかいあの開幕者のババを考えると苦しいってことで、まあ、この基本的には2等を評価すればいいかなと思いますね。 はい。あの、終われのレースでしたもんね。そうね。5着まで横並びでも。そうね。横着まで横並びでね。3着のキールロードが全くに行きなかったんだよね。うん、ただまあ、その、なんかなんとなく、単純な、その、なんていうの、まあちょっとね、この日、あの、道チ適正が出たとこもあったりとかするんだけど、まあやっぱね、あの、この結果が高松宮記念の結果が示すように、今のスプリント戦線というのはね、あの、去年のグランアリグリアみたいに抜けた馬がいないんで、かなり大混戦だよねってことこだと思うんだよね。 で、もうちょっと言うとね、この3着のキルロードが、この後ね、はい、あの、夏場の重賞で通用してないから、単純にね、この G1 だからって言って、G1 で高知のの層をしたからって言って、課題評価も禁物なんだよね。だからこの2着のね、ロータスランドにしてもね、というところがありますね。はい、ありがとうございます。それでは続いての質問です。安田記念から4番人気1着のソングライン、11番人気10着のロータスランドが出走予定です。 ソングラインは後方から大外を回りましたが、直線伸びて差し切り、ロータスランドは中段の馬ごみにいましたが、直線は今一つ伸びませんでした。二頭とも距離短縮となりますが、マスターの評価を教えてください。まあさっきもね、ちょっとお話ししたんだけど、まあこの時の、ね、安田記念のソングラインに関しては、まあね、外差しがちょっと伸びやすいパパだったにせよ、まあね、この ボバのね、一戦級相手で、えー、差し切ったっていうのは非常に立派かなと思いますね。で、対して、ロータスラウンドに関しては、さっきから言ったように、やっぱね、このまああの、去年かつ関谷記念のように、離れた2番手とか、あの、マイルでね、重傷を勝つには、やっぱりね、展開の助けが必要だよねってぐらいの能力だと思います。まあちょっとね、前回のロータスラウンドに関しては、曲線でちょっと前がね、あの、進路が狭くなったかなっていう不利はあったにせよ、でもスムーズに相ってもね、そこまで伸びなかったかなって感じの足だったので、そういう意味で言うと、まあやっぱりこの2頭の 客では圧倒的にソングラインのが上だよねって見方とだと思います。で、まあ問題はね距離がどうかっていうところなんだけど、まあ、個人的にはソングラインって元々ねあのデビューした後なんかは遠いから競馬できてたように今ね抑える競馬を。 覚えさせてるから、後ろから行ってるだけで、そんなに気足が悪いまでもないので、まあ、戦入は、むしろ、なんていうのあのー、ね、すごい向いてるってわけではないけども、ただ、あのー、ペースに戸惑うタイプでもないし、もうね、もうちょっと言うと、この間のね、あのー、海外で勝った時もね、1350メートルがよくわかんない、中、超短パな距離の短距離で勝ってるから、まあ、距離短縮、う,うん、距離短縮がダメっていうよりは、 あのー、まあ、どちらかっていうと、その、いつも言ってるね、あの、日本の競馬って2000メートルの王道をピークに、距離が短くなればなるほど、レースのレベル下がるよねっていうところを評価して、この強い、マイルの重賞、G1 である安田記念を勝った馬が、スプリントに出てきたら、やっぱ、能力高いよねっていう風に普通に評価していただいて、まあ、ソングラインを高い、サングラインにはかなり高い評価を与えた方がいいかなと思います。で、ソングラインがね、ちょっと取りこぼすとしたら、あのー、可能性があるとしたら、やっぱりね、 あのー、開幕週の場まで外枠でも引いて、で、ちょっと後ろが届かない、外が伸びづらい場で足を余すっていうシーンはちょっと想定できるけど、基本的にはかなり能力高いよねっていう評価でいいと思います。はい、ありがとうございます。それでは続いての質問です。NHK マイルカップから6番人気7着のジャングロが出走予定です。大きく出遅れて最高峰からの競馬となったものの、直線よく追い込んでいたと思います。 逃げることが多い印象ですが、逃げなくても崩れず競馬ができると考えていいでしょうか。また馬主の、えー、藤田進氏が馬主初年度にアメリカで買った馬で重傷のニュージーランドトロフィーを勝ちました。これってすごいことなんですよね。予想には関係ないですが、バスターとシーナさんの評価を教えてください。 まあ、まずね、ジャングルなんだけど、NHK マイルカップの7着は、ちょっとね、ゲート内で暴れてしまって、スタートで大きく出遅れてしまって、最高峰からの競馬なんだよね。で、見方としては、今まで逃げて勝ってきた馬が追い込むようになったから、めっちゃ客室に幅が出て強くなったじゃんっていう見方をする人はいるんだけど、ただこれね、あの、このレースね、実は、あの、ダノンスコーピオンが勝ったレースだけど、2着にマテンローリアム3着キ北レブリーって、2頭とも追い込み馬が2、3着に追い込んだように、前がかなり速くなってね、 あの、それで追い込み競馬になったレースなんだよね。だからその展開の前崩れの展開、かつ、まあ二ゲーマーなんだけど、このジャングルに関しては、実は出遅れたことが構想して、ハイペースで、かつ最高峰でポツンと一刀と気分よく追走する。だから馬込みに入,れ入らない展開に恵まれた、あのー、感じがするので、そういう意味で言うと、 ちょっとね、前回7着はなんか逃げなくても競馬できてそこそこ追い込んだから強いじゃんって見方はちょっとあんま良くないかなと思ってます。で、もうちょっと振り返ると、ニュージーランドトロフィー、まあ、あの3連勝目の 3, あの3つ目の3連勝目だったやつのニュージーランドトロフィーの勝利も、実はね、これかなりスローで、あの、 逃げて、残っただけなんだよね。で、かつね、この日、ちょっと若干インコース有利な場場だったし、で、そういうのを考えると、2回展開に恵まれての勝利だよね。あにあまあ、前回は展開に恵まれてよく追い込んだのと、で、あの、逃げさし自在に見えるけど、どっちも気分よく走っただけだよねって見ると、個人的にはね、あんまり強くないなと思ってます。ただ、あの、今年ね、あの、3歳勢が、 短距離でね、夏場無双してるので、すごく短距離戦線では今年の3歳レベル高いよねってなってるところを見ると、まあ、それもね、かつ、あの、さっきからずっと話しているように、スプリント戦線よりもレベルの高いマイル戦線での構想だよねって考えると、完全に無視はできないけど、ただ、個人的には、あの、NHK マイル7着にしてもニュージーランドの勝利にしても、ちょっと恵まれたかなって感じがしています。 あとあれか。でさえ、あの、藤田さんね。藤田さん、まあ、まあ娘でね、競馬界に非常に貢献してますよね。えー、で、あの、よくね、はい、あのー、なんていうの、ゲームばっかりやってるさ、それこそダビスタみたいなさ、育成ゲームとかやってる人からするとさ、はい、なんか、重傷出て当たり前みたいな感覚に <laughs>、あの、陥りがちなんだけど、競馬の馬ってね、一回勝つだけでも大変なんですよ。うんうん、もう、あのね、そこそこ走るまでもね、ねはい、未勝利戦勝つだけでどんだけ大変なことかってわかるとね、 それがね、重症って言ったらそんなので、ね、はい、うまかって何十年とね、確かにお金はさ、あの、高いまえ買ったけど、ただ別に高いまえば買ったからって簡単に重症勝てるもんじゃないからね、はい、JRA の。お金いくら使ったってなかなか JRA の重症勝てないよねって思うと、まあ本当、初年度から、ね、よく走ってるなと思いますけどね。どうですか<や>皆さん。すごいことだなって、やっぱね、アメリカで買ったってことやっぱこう、輸入するのとか、検疫とかもものすごいお金かかるわけじゃないですか。うんうん だからねだ、誰が進言したんでしょうね。たぶん、絶対エージェントがいるじゃないですか、馬からときも。これなんか森さんって話らしいよ。この馬を、このアメリカから。ね、森調教師らしいけどね。う,うん。調、えー、教師の森さんだよ,よんでしょうね。向こうでまあでも森さん好きそうだよね。こういうアメリカ決闘のスピード馬みたいなね。うんはい そうです、それ、あの、お父さんのこの、モアザン・レイディーっていう馬は、あの、カフェ・ファラオとか、ナック・ビーナスとかの、うん、あの、おじいちゃんなんですよ。あ、そうなんだ。だ結構、日本でも一石があったので、<ー>なんかね、短距離走りそうですけどね。うん。ただ、まあ、あれだよね。やっぱりなかなか、あれ、競馬でね、馬で元取るってのは結構、こういうの見ても難しいよね。うん、重賞勝っても多分ね、元にするにはならないだろうからね。うんこ これで当たりなぐらいだけど <laughs> あた、多少当たったぐらいじゃね、日本の競馬の場合、なかなか元を取れないからね。そうなんです。もうなんかこれ見てる人も分かってると思うけど、なんか買ってみてほしい。一口とかで試してみるとでも。そう,そう<当>だからね、あのーうん、ね、ローザン系のさ、一口話だと結構さ、<laughs> はい、ね、あの、所属馬が G1 勝ってるからそうだけどさ、まあ普通の、こうやって普通の市場道しからすると、重症出るだけでも大変なことだからね。<laughs> はい。 でも本当、もう社内で勝っても勝てないことりますそうそうそう、持ってる見ればわかるけど、一回勝つって結構大変だよね、ミ勝利勝つだけでも。はい。まあだからね、自分の見る目のなさらにびっくりします。まあ、なかなかね、みんな見る目があったら、すぐ重傷がち捕まえる方もそんなことないから、大丈夫ですよ。みんな、誰が勝ったって馬なんか知らないから、基本的には。はい。と思いますね。でも、運のいい人はいるかも。そう、運はありますね。そうですね。 はい、ありがとうございます。それでは、続いての質問です。クラマーステイクスから一番人気二着のダディーズ・ビビット、十番人気三着のアスタール・ビー、二番人気四着のサンライズ・オーネストが出走予定です。ダディ,ダディーズ・ビビットは中段外目の追走で直線追い込み、アスタール・ビーは逃げて粘り。サンライズ・オーネストは後方の外目追走でしたが、直線よく追い込んでいったと思います。ダディーズ・ビビットは？ 次層の、えー、安土城ステークスでも追い込んで2着。アスタールビーは、次層の UHB 賞でも逃げて2着。サンライズ・オー・ネストは、前々層の高松の宮記念の内容も悪くないと思うのですが、マスターはどの馬を上位に評価しますかまずね、この、えー、クラマステークス組なんだけど、<っ>あの、一馬身に4分の1で勝ったシゲルピンクルビーが、この後ね、北海道シリーズの夏場のサマースプリントシリーズで全く通用してないんだよね。そういうのを見ると、 まあ一つはこのメンバーちょっとレベル低いってみていいと思うんだよね。でまあいろいろ言ってるんだけど、あのアスタールビーがこの後もそこそこ走ってるっていうんだけど、この UHB 賞の時は行ったっきりのまあまあ前に。 二頭行った先行した二頭が二着三着だったスローの展開に恵まれてるし、まあ、それで残った馬が、クラマステークス三着だからといって、まあ、このレースのレベル高いよねとはならないし、今回ね、それこそあす、あのー、さっき言ったね、シゲルピンクルービーが通用しなかった北海道戦線よりも、さらにレベルの高い G1 級が何とも出てくることを考えると、基本的にはね、今,この今言ってるクラマステークスとかの、えー、オープン特別組は、えー、まあ、すべて、 そんなに高い評価を与えなくていいかなと思ってます。で、もうちょっと言うとね、ダディーズ・ビビットと、えっ、ー、と、サンライズ・オネストは確かにね、このアスタ・ールビーが残るスローの流れで追い込んでるから、まあ内容的にはね、クラマーステイクスの中でこの2頭は悪くないんだけど、ただまあ一つ、今言ったようにレースのレベルが低いよねってことと、あとやっぱり開幕手のね、中京の馬場なので、なかなか差しが届きづらいって考えると、まあやっぱりこのクラマーステイクス組は基本的にはそんなに高い評価を与えなくていいかなっていうことでいいと思います。はい、ありがとうございます。 えー、それでは最後の質問です。春来ステークスから5番人気3着のシャンデリアムーン、4番人気4着の大制アベニール、10番人気10着のラビングアンサーが出走予定です。シャンデリアムーンは逃げて粘り、大制アベニールは中段から追い込みました。勝ち馬のベントボーチェがキーンランドカップ1着、スプリント戦でいつも構想している大制ビジョンが2着と考えると、 シャンデリアムーンと体制アベニールは評価できるのでしょうかまた、福島テレビオープンから11番人気13着のボンボエラジは、自走の北九州記念では1枠1番で、中段の内目にいて直線も内をつき、同じく内目を追走した体制ビデオに抜かせず、勝って大波乱となりました。シャンデリアムーンはスタート悪く、押して先行しましたが、直線は伸びませんでした。 マスターが今回構想できると思う馬はいますかまあ、これもね、さっきの話と同じで、基本的にはやっぱり今回 G1 級のメンバーが揃ってきてて、で、あの、実はこのね、まあこの方言われてるベント・ボーチェが、確かにキーンランドカップ勝ったんだけど、この時はね、ちょっとみんな、あの、もう内側があれで外差しの馬場になってるよねってみんなが意識すぎて、人気馬がね、もうさらに外回ってみんなね、 あの、本当外回りすぎて負けたっていう感じなので、ベントボーチェに関しては、ちょっとあの、ルメール除菌が上手く乗った展開に助けがあるよねって感じなんだよね。で、そう考えると、それにね、ベントボーチェから結構離されちゃってるね。シャンデリアムーン、大西アベニール、ラビングアンサーの、この春雷ステークス組もね、基本的にはさっきの、えー、クラマステックスと同じように、えー、これも高い評価は不要かなと思ってます。あと、えー、ボンボヤージに関しては、これもね、北九州記念は、 あのね、うち、一二等分だけパパが良くて、あそこつい、あの別に内側が極端に有利なパだパ,パだったわけじゃないんだけど、うち二等分だけ通ったまだけはね、この日ずーっと構想したんで、それに恵まれただけなんで、ボンボヤージもね、やっぱ今回メンバー急,急激な強化を考えると、やっぱ難しいかなと思ってます。なので、今言われてるこの春来ステイクスとか福島テレビオープンとか、まあさっきのね、クラマステイクスも含め、やっぱね、ちょっとここら辺のメンバーは今回かなり苦しいかなというふうに見方でいいかなと、ふうに思ってます。 はい、ありがとうございます。はい、それでは今週の教えてました Q&A セントウルステックスでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。